ヤッホーマミです。今回はフェスのクロークについて皆さんにいろいろ解説していきたいと思います。各フェスの解説動画をやってる時にクロークって何ですかっていう質問を結構いただいたので、今回はねクロークを解説していきたいと思います。で、このクロークは荷物預かり所のことです。自分が持ってった荷物を、まあ、1日中会場に預かってもらうっていうシステムやねんけど、まあ、値段がだいたい1000円から1500円です。1000円から1500円で1日預かってもらえるっていうイメージをしておいてもらえればなと思います。あんまり2000円、3000円って取られることはないし、なんなら友達とシェア、これも OK になってます。袋に荷物が収まれば OK やから、まあ、何人でシェアしても OK です。なので、その辺は、まあ、友達と行ったりとか、まあ、現地で友達がいるんなら一緒に入れさせてとか言って、みんなで割り勘して使うっていうのもすごくいいんじゃないかなと思います。で、預かってくれる量やねんけど、そのお金を払った時に袋を渡されます。こんな感じでゴミ袋みたいなサイズの、まあ、ビニール袋を渡されんねんけど、まあ、大体これの容量が45から70ぐらい。これもほんまにイベントによって全然違うねんけど、私が今まで見てきたフェスで大体そんな感じかなっていうぐらいのサイズ感です。なので自分が行くフェスの詳細を見て、まあ、家にこういう袋があったら一回荷物が収まるかどうかを確認して荷物を持っていくっていうのもいいかなと思います。まあそんなことせんでも大体入んねんけどな。45リットルぐらいやったら普通に背負ってったリュックぐらいは入る感じではあるから、まあそこまで自分が持ってった荷物が入りきらへんっていうことはないと思います。ただキャリーバッグの場合は測っていかないとキャリーバッグ預けられへんっていうことになってしまうので、その辺は注意してほしいなと思います。で、この袋を預けるときに、この上の口がしっかりと閉まった状態じゃないと預かってもらえません。こう荷物入れすぎて、ここが開いた状態では荷物を預かってもらえないので、もう是が非でも上の口が閉まった状態で係の人に荷物を渡すようにしてください。一応キャリーバッグも預けれます。預けれんねんけど、袋にちゃんと入って口が閉まれば預けれんねんけど、袋よりもキャリーバッグが大きい場合は預けれないので、その辺はね、注意して、もし自分が持っていくキャリーバッグが入らなそうやなと思ったら、なんか駅のコインロッカーを使うなり、会場がさ、展示場とかやったらさ、割と展示場の中にコインロッカーがあったりとかもするから、まあ、その辺はね、あらかじめ調べていくのがいいんじゃないかなと思います。クロークではこの袋とあともう一つ、まあ、自分の荷物だよっていうのが判別できるようにこんな感じでなんかシールみたいなのが渡されます。で、ここに自分の、まあ、電話番号とか名前とかっていうのを書いて荷物と一緒にその受付に持っていくと引き換え券みたいなのをもらうのよ。で、その引き換え券でこれ自分の荷物ですよっていう証明になるから、その引き換え券は絶対になくさないように、なくすとね自分の荷物っていう証明ができひんから、もしかしたら荷物を受け取られへんっていうことになってしまうと思うので、引き換え券はなくさないようにしてください。あとは出し入れ問題やねんけど、このクローク荷物の出し入れができるところとできひんところがあります。預けっぱなしのところは、まあ、一回預けてしまったら途中で取り出すことができひんっていうところもたまにあります。で、そうなった時に中に充電器入れてたのにとかっていうことになるから、その辺はフェスごとにねルールが違ってくるので、行く前にチェックしておくべきポイントではないかなと思います。出し入れ自由のところもあります。まあ、ロッキン、ジャパン、ジャム、CDJ、この辺は、いつもクロークの出し入れが自由になってます。まあ、こういうところは、まあ、例えば、途中で着替えたいなと思ったら、引き換え券を持って、これお願いしますと荷物を取ってきてくれるから、そこから必要な荷物を取って、また預けるっていうことができます。なので、出し入れ自由のところは、そういう感じで使うのがいいかなと思います。まあ、私は結構、充電器とか飲み物とか、あと着替えとかっていう、そういう予備をクロークに預けて、いることが多いから、まあ、出し入れ自由の時はそんな感じで活用してるかな。あとは預けれないものっていうものがあります。まあ、会場に持ち込みができひん瓶缶とかはもちろん預けられへんねんけど、貴重品、これも預けることができません。こう、カバンを開けてさ、中身をチェックされるわけじゃないから、別に入れてても、ダメだよって言われることはないねんけど、なんかあった時に、こう、クローク側が責任取りませんよっていうことが書いてあるので、まあ、貴重品とかは身につけれるボディバッグとかに全部入れていくのがいいんじゃないかなと思います。だからほんまに、まあ、着替えとか、
充電器とか飲み物とかそういうものとか、まあ遠征組やったらさ、遠征の服とかあると思うから、そういうものは預けれるけど、それ以外のもの、貴重品ってもう絶対になくしたりとか壊れたりしたら嫌なものは自分で身につけておくっていうのがいいかなと思います。あとはね、この荷物を入れる袋やねんけど、こういうビニールの袋以外にも限定のデザインの袋を用意してる会場とかもあったりします。で、そういうのはクロークのバッグとして使えるのはもちろん、最後終わった後に記念で持って帰ることもできたりするから、なんかそういう記念っぽいものが欲しいなっていう人は、まあそっちを買うのも全然いいんじゃないかなと思います。で、その限定バッグは別に繰り返し使えるわけじゃありません。まあ例えば 2days 行くってなってて、1日目にその限定バッグを買いました、だから2日目もそれ使えるよねっていうことはできひんから、その日使って家に持って帰るっていうぐらいやから、なんか私はあんまりなんかそっちに魅力感じひんから、いいや、もうこのゴミ袋でっていつも思うねんけど、まあそういうのがアルフェスもあるよっていうのを頭に入れといてほしいなと思います。まあ素材的にはなんかレジャーシートみたいなさ、素材のよくディズニーとかユニバのお土産入れるでっかいそういうバッグみたいな、あんな感じのイメージっていうぐらいかな。まあフェスごとにほんまにルールが若干変わったりするねんけど、まあ大体今言った感じでそんなにイレギュラーはないと思います。会場内では私はできるだけ身軽でいたいからクロークをすごい使うし、友達ともシェアできるから、まあ1日1000円やったとしても、まあ2人で1日500円とかって考えると、まあコインロッカーとそんなに変わらへんのかなとか思ったり、なんならコインロッカーより出し入れとかできるから、まあいいんじゃないかなと思ったりもします。また何かわからないことがあればぜひコメント欄に書いてもらえればなと思います。ということで、マミでした。ほなねー。